それで新チームが始まって、はい、まあ、うちくん一番覚えてるのが私やっぱ2年生の秋のね、はい、その新チームの直後の公式戦、はい、まあ、うちくん首位打者だったじゃないですか、はい、もうそれがやっぱりそのもう全ての自分のそういうもう、はい、新チームになったらレギュラーになるっていう、はい、こう意気込みが全部凝縮されてたのかなっていう、はい、もうそこはもうとにかくじゃあもう周りに負けたくないみたいな。そうですね、その前にまずオープン戦で結果を出さないと、うん、そもそも試合に出れないという状況だったんで、うん、確か夏のオープン戦も首位打者でした。あ、そうなん。そうですね、新チームだから言ったら夏の甲子園が終わってすぐこう戻ってきて、はい、1ヶ月弱ぐらいあった時も首位打者で、うん、多分その時ケンちゃんといい勝負でギリギリ僕が勝ったぐらいの、ケンちゃんとじゃあ張ってたんだけど、はい、5割ぐらいですね、それも5割ぐらい打って、でそのまま使ってもらってうまいこと打てたんで、結果的に1年間試合出続けたんですけど、うん、もうその時はもう毎試合もアピールっていう感じで公式戦もアピールでやってました。あ、そうなんや、はい、いや秋すごかったもんね、怒涛のね、うん、そうですね、本当あの時はもう一番、うん、一番もうずっと頑張ってましたけど、うん、なんか一番精神的に切羽詰まりながら野球やってたのもあの時期だと思います。うん、あの時ちょうどプレッシャーでご飯のろとらなかったってやってるのもあって、うん、結構しんどかったけど、うん、終わってみればよかったなっていう感じでした。うん、もう何じゃあ食堂でもほとんど喉を通らないってことはもう痩せていくじゃない。急にご飯が食べれなくなって、うん、もう恥ずかしい話ですけど、うん、で朝ご飯が喉を通らなくなって、うん、あでこれでも食べへんかったらやばいと思ったんで、一、うん、人だけ1時間前ぐらいに起きて、うん、さっきご飯作ってもらって僕多分40分かけてご飯食ってました。いつも10分で食い終わるんですけど、当番食べなかもね、はい、当番よりか早く行って、うん、一食だけ寮長さんが作って用意してくれて、もう一人一人だけ食べてるっていう。じゃあもうとにかくもうレギュラーになりたいから、はい、じゃあもう何朝早起きてバット振ったとか。そうですね、もう夜中もバット振りましたし、うん、もうシートバッティングあるじゃないですか、うん、もうあれも自分がランナーやったらもう全部走って、うん、もう全部盗塁、うん、全部ヒット打つ気持ちでみたいな感じでやってました。へ、うんうん、すごいね、もうサバイバルやね、まさに。そうです、だから本当、うんうん、あの時は一番きつかった、一番というか精神的にきつかった、肉体的にというか、うん、精神的にもきつかったですね。あ、そうですか、はい、へー、でまあ、それからね、その選抜の優勝にもつながっていきますけど、はい、選抜はまあそのレギュラーで、こうね、はい、ボールボーイでずっと見た景色を今度は、はい、まあ、さっきも言ってくれたけど、やっぱり打席に立ったり、はい、守備位置から見る甲子園の景色っていうのは全く違ってた。そうですね、うん、僕たち多分先行やったんで初戦が、うんうんうん、でも入る前から中川か藤原か合わせたんですけど、うん、絶対初球を振った方がいいみたいな、あ、振ってヒット出たらもう甲子園はできるみたいなっていうの言われてて、で改めて打席立つと、うん、ほんま応援もすごいですし、うん、初めてこう膝ガーって震えて、うん、たまたま初球ボールやからよかったんですけど、うん、絶対初球振ろうと思って打席に入りました、うん、へ、甲子園はどうだった、その最初 その選抜の時は、はい、なかなかこう雰囲気に入っていけない子とかもいる中、はい、アウチコンは割と入っていけた子でした。そうですね、1打席目センター前打ったんですけど、うん、もうヒット打ってからはもう甲子園でも思い切ってというかはつらつとプレーできてて、決勝に僕ちょっと智弁の時かに、智弁和歌山の時にエラーしちゃって、うん、山田健太のエラー、僕のエラーでピンチ始まって、うん、でジョックロック流れて、うん、で一塁側は智弁やったんで僕ライトで、うん、あの時はほんまに打球飛んでこんといてくれと思ってだからやっぱジョックロックすごいなと思いました。結構飲まれる、はい、僕はなんか僕のエラーでなったんで余計飲まれました。やっぱあれすごいんだ、はい、独特なんかしかも初めてちょっとこうね、伴奏から、はい、うんうん、音は結構バラバラなんですけど、うん、迫力はすごいんでね、こうメインに入ってくるときから自信ってこう、はい、そうです、だからあれでもめっちゃこう地面から足離れへんイメージはありました。なんかだからあの回だけはほんまにもう飛んでくるんだと思いました。あ、そうだったんや、はい、なるほどね。でもやっぱ春もそうだし夏もそうだけど、やっぱこう注目される中での戦いっていうのは、はいはい、やっぱプレッシャーっていうのは感じました、実際戦ってて。そうですね、節々で春の時特に準決勝とかはそれまで結局創成館にも負けたじゃないですか、うん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 、勝ちきれてないっていう現状があったんで、うん、なんか勝てる負けるんじゃないかなっていう不安が一番やっぱり、うんうんうん、あってそこ勝ってからは比較的自分たちが強くなっていっているっていう実感は僕はありました、はい、だからその夏の甲子園もね、はい、そのまあ春の覇者みたいな風に位置づけで見られて、はい、でまあ、もう相手はみんなこう桃園を倒そう倒そうみたいに来るやんか、はいはい、で特にそれやっぱり準々の裏学さんが、はい、やっぱ裏学もねずっと無失点だったよ ね、 そう無失点ですね、ずっと無失点で来てて、はい、ピッチャーも渡辺君っていう、はい、今ライオンズにいる、はい、で今ねときめく蛭間君がいて、はい、
まあえげつなく強い、はい、チームだったけど、はい、やっぱあそこ前言ってたよね、負けるならここだみたいな。そうですね、初戦昨シーズンもあんま良くなくて、試合内容が、まあ、初戦から結構難敵ばっかだったよね、はい、で OK 学園戦もダメ、うん、あんま序盤良くなかったじゃないですか、取られて追いついてやったんで僕らが、うんうん、でなんか西谷先生が6回ぐらいで、うん、なんかお前ら背負いすぎやみたいな、なんかその、なんかその肩の荷をなんか全部俺に下ろせみたいな感じで、みんな初めてぐらいなんかみんなで手合わせて、それでなんか一言声かけてわーってやって、うんうんうん、そっからうまいこと甲子園回っていったんじゃないかなっていうのがあって、なんかそういうのもなんか何気ないところもすごいなと思います。なるほど、はい、まあ浦学戦もね、最初はちょっとこうどうなるかなみたいな展開で、はい、結果として点差は広がったけど、はい、どうやっぱり裏角強いなみたいなのは、いやありました本当に、やっぱりスイングも強いですし、うんうんうん、あの時先発ネオやったんですけど、うん、なんかネオの球を1年仲間役やったから2年生の子がバーンって宇宙から引っ張ったりとか、うん、スイングスピード速いなっていうのがあったのと、向こうもやっぱりもちろん食らいついてね、はい、あとやっぱ渡辺君が良かったなっていうのは、いいピッチャーだもんね、はい、上背もあって、はい、でやっぱ裏角に勝ったことが一つのなんつうんだろう、こう自分たちの中では上に、はい、さらに上に行けるっていう自信になって、はいはい、私あの時に本当、うん、あの春の練習試合で一勝一敗、ガチンコでやって一勝一敗で、で相手昼間君と渡辺君抜きでやってたんで、うん、それでも勝てるか分からない状況で、うん、なんか全員が本当120点ぐらいのパフォーマンス出せたんで、うん、なんかそのやらないといけないところで全員でできたっていうのがなんか良かったんじゃないかなと思ってます、はい、決勝がね、金足農業戦はね、そうですね、まあもうアウェーですよ、はい、でももうみんなやっぱりこう秋田、はい、まあ、東北のでしかも公立のああいうね、はい、チームを、まあ、世論的にはこう、はい、ね、あっちの応援ってなる中、はい、まあ球場の雰囲気も独特だったんじゃないですか、ね、そうですね、その時もあの三塁側遠いんで、うん、ライトで一塁側やったんで、でもやっぱ春の智弁和歌山よりかは あのやっぱり応援はすごい大きかったですけど、なんかアウェー感っていうのはなかったけど、なんか智弁の時はちっちゃい子供たちが「ああ落とせ」みたいな、結構柄悪い感じで来たんで、おるな、それはなく、うん、あの本当にただただ応援がでかいだけやったんで、そんなに僕は脅威には感じなかったです。でもやっぱ吉田君がね、ずっとよかったですね、はい、ね、いいピッチャーで、はい、まあ、ずっとそこまでもこう向こうも難敵いっぱい倒してきてたやんか、はい、横浜とか、はい、ね、日大三高とか、はい、そうですね、でやっぱりもう吉田君が投げて、うんうん、で もちろん打ってましたし、うん、で周りも鼓舞されて打つみたいな感じだったんで、僕たちはもう冷静に吉田君が どの球で三振取るのかとか、うん、そういったところを分析してたんで、うん、まあ、吉田君を攻略できればっていう感じで挑んでました。なるほど、はい、中川君がね、こうベンチに挨拶した後にすごい泣いてたやん、うずくまって、はい、あの時横でね、アツ君がこう帽子持ってね、はい、こうついてたけど、はい、あれもなんかウイニングボールを、そうです、渡そうとしたのよね。そうです、僕監督にもともと渡そうと思ってて、うんうん、お世話になったし、うんうん、だけどそれ見て、あ、竹に渡した方がいいかなと思って、うんうん、で渡しに行ったら受け取ってくれないっていう、拓也がもうあのまま泣き崩れて、泣き崩れるっていう、はい、でも拓也ありがとうって言って渡したのに受け取ってくれへんから2回ぐらい言いましたね。あ、そうだね、はい、で多分閉会式の時に受け取りました、うん、あ、受け取ってくれました。じゃそれまでずっと青地君僕ずっと持ってました、今思ったら持っといてよかったですねそうやったんや、はい、ポケットとかに入れてたの？そうです、後ろのポケットに普通に入れてて、へ、そんな大事なものを、そうです、うん、閉会式の前ぐらいに多分、うん、あの渡しました。その元々はね、その青木くんはその藤波さんとかの春夏連覇を見て、はい、大阪桐蔭に憧れを最初抱いた、はい、その偉業を実際自分たちがまた成し遂げたってことに関しては、はい、もう本当はなんかドラマみたいなんだけど、はい、今思えばすごいよね、小6の時で高3までのこの6年間っていうのが、はい、そうですね、うん、本当した時はあんまり実感が湧いてなかったですし、うん、高校の時は正直湧いてなかったんですけど、うん、今野球をこうやって終えて、うん、なんかあの時の動画とか見てたら、うん、まあ、やっぱすごいことしたんやなってなんか今更ながら思います、うん、ですよ、はい、そうです、いやもう大学生活4年間ずっとダメでした2年生まではもうとにかくそこに負けたくないと言いますか、うん、もうその2、まあ、中川、藤、あの山田、宮崎は大学出てましたし、うんうん、まあ、僕も試合に出て活躍して、うん、あの負けないようにと思ってましたけど、うん、3年生になってからはとにかくもう自分と向き合うことが大事だなと思ったんで。うん。